どうも、コバです。闘技伝2やっていきます。今回は実験を見届けるということですね。どんな感じになるんやろうか。来たか。早速始めるとしよう。何を始めようってんだ。いいから見ていろ。今からこの異界の植物を桜の枝木に変える。おお、なんだこりゃ。刮目してみろ諸君、これが私の研究の成果だ。何してんだタコ。博士、これは一体。何も変わってないが。失敗したんだろうよ。あんまり深く追求してやるな。いつまで見てるつもりだ。とっととモノノフの仕事に戻れ。てめえが呼んだんだろうか。ただの屍のようだ。マジか。よっしゃトキツグよりもスラッとしてんのかな顔あたりが。どうした？そりゃ。施設からくり人形が解放されました。まあ、前作でいう天候みたいな感じかな。やれやれ。
どういうことだ。やはり私は天才だな。おいおい、ちょっと待て。どういうことですか？野牛の剣、お貸しする。なるほどね、遠いな。でちょっとね、風切りの防具買おうと思ったんだけれども、お金が足りない。マジで足りない。どうしよう。ちょっと今作序盤金足りなさすぎない？からくり人形の大冒険ってな。まあ、じゃあ頑張って。嫌な正気だぜ。たどり着きますか。いや、風切り言い過ぎでしょ。ちょっと多いよ。言葉が分かるのは多分俺の今つけている御霊のイオぐらいしか今はいないんだ。
鬼野郎。服の血の森やっときました。なんだった、嫌な正気だぜ。途中で結界調整に変わりました。結構頑張ったぜ。これが正気の吹き出る花ですか。確かにすげえ正気だ。早くしねえとこっちがやばいぜ。分かっている、早速始めるぞ。んだ、何すりゃいいんだよ。全員鬼の手を穴に向かってかざせ。こうか。それでいい。次に頭の中に思い浮かべろ。この穴が消えて周囲から正気が消え去った風景を。正気が消えた風景ね。その風景を具現化する。鬼の手を起動しろ。なんだこりゃ。想像を止めるな。頭の中に風景を描き続けろ。あとはお前の力にかかっている。お前の中の御霊はここの本当の風景を知っているはずだ。江戸の時代の正気の穴などない風景を。それを触媒にこの穴を塞ぐ。研究所での実験が成功したのはお前が御霊の記憶を引き出したからだ。今度も同じことができるはずだ。それが扉を開く最後の鍵だ。やれ、御霊の記憶を具現化しろ。しかと見届けた。正気が消えた。意味わかんねえな。何がどうなった。これが異界の浄化。本当に消えやがった。正気が消えたぞ博士。やったぞ。我々は異界の浄化に成功した。信じられません。異界の神武にこれほど正常な空気が。眉唾だと思ってたけどな。こうなると信じるしかねえ。博士、あなたは大したやつだぜ。まったくよ。今頃理解したか。この作戦はお前なしには成功しなかった。いや、これからもしない。よくこの時代に来てくれた。てめえのおかげってことだろ。素直に喜んどきゃいいんだよ。ともかくいつまでも喜びに浸っているわけにもいかん。ここを我々の活動拠点にする。いろいろと運び込むぞ。手を貸せ。はあ、まだ仕事あんのかよ。あなたは文句が多いな。それではまた紅月に叱られるぞ。やろ、余計なこと。オムラ、手伝ってくれますね。なんか弱みでも握られてんのかお前。前に半殺しにされた記憶がちょっとな。さあ仕事にかかるぞ諸君。庵の拠点が解放され、領域全体の正気濃度が低下しました。うわ、めっちゃ明るくなった。で、あ、ちょっとね、さっき結界定石解放したんで一人タが混ざっている。で、お役目は何、マホロバに帰還すること。じゃあ、まほろばに帰ろうかなと思うけれども、まあ時間的にもちょうどいいかな。うん、そうしよう。
はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最近全然鬼退治してないよね。